皆さんこんにちは。今日はようやくフットネイル、自分のセルフネイルのフットネイルやってみようと思います。大河くんがねいる時だとフットネイルができないの。フットネイルは床でやるものだから、大河くんがね邪魔しに来ちゃうんだよね。今日はこれから大河くん、ニーニーがねお出かけ一緒に連れてってくれるから、大河くんがねいなくなるのでフットネイルやってみようと思います。今のママのネイルがこちら、伸び伸び、もう小指、薬指ついてない、中指、人差し指、親指、先端にちょこっとずつついてるだけで、薬指は両方剥がれちゃってる。これね SNS にやった時の載っけてたので見たんですけど、日付9月8日だった。去年の9月の8日だから10、11、12、1、2、3、半年以上、6ヶ月以上、もうすぐで7ヶ月、こんなに放置したのは初めてですね。まあ言い訳ですけど、大河くんがいるとねできなかったっていうのと、出かけてないからね。いつもはジムでヨガとか裸足になってたので冬でもやってたんだけど、今年はジム行ってなかったから、披露する見せる場がなかったからね。冬はねずっと靴下履いてたし、家の中でも。ただこれから暖かくなってきて、いつでもサンダル履けるように、大河くんね今日お出かけなので、いい機会なのでやっちゃおうと思います。まずねオフからやっていきます。大河くんお出かけだね、よかったね。大河くん行ってらっしゃい。それではフットのオフやっていきます。フットのオフもやること一緒、ハンドと一緒です。まずダイヤモンドファイルで削ってオフをしていきます。2つが親指に乗ってるので、ニッパーで取れそうだったら取っちゃいます。結構ねがっしり埋めたので取れるかな。あんまりやって下の爪に傷つけちゃってもいけないので取れないですね。削っちゃいます。まず小指、基本的にねこの左側、私から見て左側から右にやっていきます。ハンドもフットもお客さんの手も自分の手も一応そういう順番ですね。左から右に順番に。もう半年前のネイルなんでね、簡単に落ちますね。先端まで行っちゃってるもんね、短い爪は。もうこれで4本終わり、早い。で親指だけやっぱりちょこっと分厚いですね。大河くんね今ニーニーと一緒にお出かけしてくれたので気が楽ですね。絶対これやってるとね、床でやってるから切っちゃう。部屋のドア閉めてこもってもドアのところでもう何時間でもずっとカリ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 ワン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 って始まっちゃうから、大河くんがいない時にやるのが一番。これねフットで結構要注意なんですが、半年立っててもこれだけ残ってるので、夏場にやったものとかをずっと残しとくと、昔ニュースとかでも取り上げられてましたけど、グリーンネイルになっちゃうとちょっと要注意なんですよね。またちょっとって言っちゃった。ジェルってなかなか取れづらいので、自然には剥がれづらいので、ハンド
の時はね、ほっといけばそのうち取れちゃったりするけど、フットはもう本当にほっといても、ほっといたら伸びますけど、ずっとこうやって残ってるんですよ。この残ってるところに、爪とジェルの間に隙間ができて伸びていくうちに空気や水分が入り込んで、それがカビになっちゃうんです。そのカビがグリーンネイル。片方終わっちゃった。もう片方いきます。なんでグリーンっていうかというと、最初はね、黄色くなるんですよ、肌色っぽく。でそれがだんだん黄ばんできて、タバコのヤニみたいな感じになって、最終的にはグリーンになるの。今2つ取れちゃいました、ニッパーで。それがね、グリーンネイルっていうんですよ。で一応爪って皮膚が死んでる角質になるので、そんなね、害を及ぼすことはないとは思うんですけど、確か私もちょっとちゃんと勉強した、グリーンネイルについてね、しっかり勉強したわけじゃないんであれなんですけど、簡単なこと、勝手なこと言えないんですけど、ただやっぱりカビになっちゃうと伸びるまでそれ取れないから、気持ち悪い感じになっちゃいますね。腐ってるみたいな感じになっちゃう、爪が。でうちに来てるお客さんでもグリーンネイルなりかけの人は何人も見てます。ハンドでも黄ばんじゃうの。私はなったことないですけど、黄ばんじゃうので、黄ばんだぐらいだったら表面をこのファイルでちゃちゃちゃっと削れば取れるんですよ。だけどね、グリーンまで行っちゃうとね、どうなんだろう。グリーンはお客さんで見たことないな。さすがに恐ろしい。お断りしなきゃいけなかったりするのかな、グリーンだと。菌なのかな、カビのね。カビだって菌ですもんね。そんな怖い話をしながら、自分の今これ落としてるやつ、落としたら下が緑だったらどうしようと思いながら、ドキドキしながらやってましたけど、大丈夫そうですね。ちょっと先端黄ばんでますけど、これは普通の爪の黄ばみかな。うん、大丈夫そう、大丈夫そう。これね、前回ね、前回といっても半年前ですけど、マットのボルドーレッド、ボルドーレッドかな、赤紫かな、赤紫とグレー、赤紫、グレー、赤紫って交互にただ塗るだけのアートをやってましたね。今日は何やろうかなこれでオフが終わってケアやって塗りまで今日やっちゃおうかな。またいつね、タイガくんがいない日が来るかわからないので。終わっちゃった。オフ完了。さすが半年経ってると早いですね。オフ完了。こんな感じで。今落としただけ。ここからケアをやっていきます。以上、フットネイルのオフでした。